はい、衛生塾の追記です、古文のガイダンスの2回目の続きです。前回についてその続きです。だから2になってます。受け身自圧可能尊敬、これも未然形に作るのも有名だよな。だからこう平平不神にだね、軽軽く神だね、ハーヒフ余談でね、とよく見る。姫にマヌカルってね、マヌカル、ね、クロードに助けられる、未然形だね。この2がきます。英語の場合です。じゃあここには何か隠れてるんだ。これも主語はね、だこれが2が来ると受け身になります。この2ってのがポイントね。一応助詞の2ってやつ。次、今度はここです。感情思考、思う、これ思考でね、こう、これ感情系だね。これ思考、これが来ると自発になります。彼を考えてしまうって思わず、彼を恋したっているみたいな、てしまうみたいな、自発で。これ次、打ち消しが多いんだ。これべしに、べしってあるね、助動詞のべし、べしについて打ち消しが来るとないって言って可能になるんだよ。可能っていうのは打ち消しとセットで使われることが非常に多い。これルールなんだよ、はっきりと。べしに、べしもそう、手紙を書くことができないってなる。これ可能なの、書かれずって。次、高貴なる人ですね。高貴なる人、音と勘立ちね、いいね。高貴なる人、そうすると大事、おとどはお悩みになっている、尊敬、勘立ちね、心配なされているみたいな、尊敬なんだ。だこれがもちろんあれだよ、さっき言ったけど、S が高貴になる人の場合ね。だからよく古文だと前の方でもう一回言われてるからない場合もあるんだよ。だから前の方で一旦出て二度目は省略って英語と同じようなルールで、でなかったらなんかね、あの前からの流れからして前の方に音どっていうのが出てきた場合はこれ尊敬になる。1ね。で受け身自発可能尊敬は未然形、これはもう一番有名だから最初に組んでる。か、けいけいくれ、はひふて、へいへいふて、かきくて、まみむて、へいへいふて、紙にね。これが最初の未然形の、まあもうこれ受け身自発可能尊敬の見え方もさ、スタンダードな基本だから、もうこれさえ覚えちゃえば受け身自発可能尊敬全部終わりなんだよ。うん、いい。じゃあ今日はそこまでです。